大阪府西成郡の位置西成郡は、摂津国大阪府にあった八1897年に行政区画として発足した当時の郡域は、大胸かきの区域にあたる。上町大地の上の西半分、及び上町大地より西側、北側の淀川河口の三角州の島々にあたる。神崎川を北限とする。日本初期に、 大阪湾の中央に南北に突き出した上町大地の東部を南波大群、西部を南波小郡と称したことが記載されている。大群、小郡とは、大火の改新の制度で、50校、里都市3里で、小郡、4里から30里で、中群、40里以上で、大群となる。つまり外海に面している割には、西側の方が小さな集落だった。 713年に軍、里の名称が公式に定められ、東部の南波大軍を、上る軍、西部の南波おこよりを、日清軍と称するようになった。日清の、聖は、なるに由来し、上町大地の西側に新たに生まれた集落という、意味であった。上町大地西側は、何和があり、南波長江、豊崎宮など、たびたび首都や福都が置かれ、 大陸や西日本各地との交易拠点となった。南波系が廃れてからは一時ほど重要ではなくなった。中世には渡辺津が繁栄を極める。室町時代、摂津国の内関崎秋川以南の西西、昇、る、住吉の三軍は、欠軍と総称され、文軍守護が置かれた。その後石山本願寺、大阪城などが、上町大地の突端に置かれるようになって周囲に、 町が発達した。特に、豊臣秀吉は、上町大地西側に、新しい都市、大阪の町割りを行い全国から商人を集めた。大阪の陣でこの地を接収した江戸幕府も引き続き、大阪の整備と特権を認めて、天下の台所と呼ばれるまでの商工業都市となった。一方、淀川や大和川が流してくる土砂は、上町大地のはるか西の沖合まで、 いくつもの支流と小島を作って海を埋め尽くすようになった。この土砂は通行路である河川を浅くしてしまい、洪水や氾濫の原因にもなる厄介なものだったが、次第にこれらの新しい島も神殿開発が進められるようになった。中世以降、西西と西成の表記が混在するようになり、江戸時代中期以降はほとんど西成と表記されている。式内車、 演技式新名帳に記される軍内の式内者。1、曽根崎村2、城福島村3、下福島村4、北野村5、川崎村6、野田村7、天保町8、九条村9、三軒屋村10、西浜町11、南波村12、伝房村13。 詐欺村14、中津村15、豊崎村16、勝馬村17、小浜村18、木津村19、川南村20、今宮村21、西中島村22、豊里村23、大道村24、中島村25、新城村26、北中島村27、上津村28、歌島村29、千戦村30、 比江島村31、福村32、河北村自治体の変遷。ありがとうございます。